エンジン乗りました。お仲間さん4人に、あ、3人に手伝ってもらいました。まあ、着いた後で言うのもなんなんですけど、ここからつけるんですけど、ここからはつかないんですよ。エンジンを一回上に上げて、これね、入れてから、ぎゅーっと左に上げていて、こっち入れるって感じです。しかも、ここを緩めておかもダメですよ。それがポイントです。はい、つきました。エンジン乗りました。ありがとうございます。やった。はい、リアバンク火花確認しました。フロントがね、つかないんですよね。これを今から解明したいと思います。イグニッションコード自体変えるって手もあるけどね。はい、ということで、リアバンクしか火花が飛ばないっていうことで、一つの、まあ、一番簡単なやり方としては、イグニッションコードね、あれをこう入れ替えてみて、フラグも入れ替えてみてみたいな、こう入れ替え作戦をまあしてみると。それでもし本当にそういう簡単なことであれば、それを交換することで火花が出るわけじゃないですか。なのでちょっとそこを見てみたいと思ったんですけども、変化がないんですよね。ということはもうリアバンクだけ光らないということは、単純に CDI、 なんだこの音。はい、火花がですね、リアバンクしか出ないっていうことで、止まってたんですけども、ちょっと CDI を疑っております。なのでここを外して、この裏側にある CDI2 つですね、これを取りたいと思います。光ってる方の CDI とこうテレコにしてチェックしたいと思います。はい、こんな感じで MC16 ってね、こういうところにね CDI が2つあるんですね。はい、だからね、こういう接点がね、ただね、腐ってるだけっていうこともあるんですよ。だここをね、しっかりこうやって入れてあげたら、通電して、いけるときあるんですよ。はい、CDI 逆に入れ替えてみました。いけてるやつにしたから、もし CDI が原因やったら、これで光ると思います。ドキドキ、いきます。あ、光った!やっぱ CDI やった。ビンゴー。でもね、どこにあったかな、もう引っ越しでね、あったんですよ、これの CDI の予備が。これ探すんが大変やな。嬉しいんですけどね、まあだからこういうのが16は本当あるんですよ。純正の CDI の寿命が軒並み全部悪いんで。で、やっぱここの熱持つじゃないですか。で、ここから来たやつが直接ダイレクトにここにやっぱ来てるのもあるんですけど、やっぱ経年劣化ですね。はい。30年以上経ってるんで。でも、ハーネスがちゃんと生きてるっていうことが全部分かったんで、ちょっと問題が解決できて、むちゃくちゃ気持ちいいです。CDI は最悪海外から取り寄せて、まあ、きっちり新品でつけて、まあ、安心して乗っていただくっていう方が、まあ、案外気持ちいいのかもしれない。CDI が海外から到着するまで、今月末なんですけど、待ってられないんで、私、NSR、なんと、増車しました。もうね、待ってれないんですよ。ほんで、まあ、予定では赤テラを作りたいんですけど、赤テラを買いました。だから、もう、パーツで悩まんでええねや、みたいな。もともと16のパーツはたくさん持ってるんで、まあいろいろこうコンバートしていきながらですね、まあ理想の MC16 を作れるような気がしてます、はい、なので CDI が生きてたらね、もうその CDI を使えば作業進められるんで、 MC16 プロジェクトが進んでいくと思います。さて、どんな MC16 なのか、乞うご期待。カースさんチャンネル。来ました。NSR250MC16 です。これのいいところは、フルカウル、
いろいろ、まあ、色あせしてるところもあるんですけども、バッチリと全部揃ってるところです。はい。ちゃんとありますね。全部完品です。ちょっと前まで動いてたっていうことなんで、それがすごくいいとこかなと思ってます。はい、もう外しましたけど、この2点プラスですね。で、ここ 10mm2 本外して、これがまあ分離します。で、このケーブルが邪魔なんですけど、この配線のね、系列覚えておきましょう。こんな感じでつきますよ。でもね、これつくようにしかつかないんで、まあ、一応資料用として残してたり、これをもう外せば、これがガバッと下から抜けてきて、CDI をつなげてるケーブル外せば、はい、このね、白系がまあ右から来てて、太系が左から来てるって感じですね。はい、こんな感じでなります。はい、ここね、こういうのってますね。16はでも一番こう、なんていうんですかね、大きいんで、こういうところが。やりやすいですね。だんだん年式が進んでいくと、ここはもう狭くなって、こんだけしかなくなったりするんでね。はい、こんな感じであらわになります。で、ここにこう注入してると取りやすくなりますよ。まあ、ほぼほぼこういう風に側になってますよね。はい、で、この CDI の取り方なんですけど、カプラーのこの、これね、ベロを上に上げます。これは上に上げるタイプ、ね、下げたらダメですよ。こっちもこっちも。開いたらピュッて取れますね。はい、無事こちらの NSR から取りましたね。じゃあこっちに移設して、光るかどうかですね。光ればこれこのまま使えるんで、お願い光ってほしい。1個だけでいいから。はい、緊張の一瞬です。どうなんでしょうか。結構ね、動画で光ったかどうかってよく見えないんですけど、よく見ててください。まずフロントバンク言います。光れへんや。ああ、ごめん、オンにしてなかった。キーオンにしてなかった。いきます。ああ、光ってる。もう一回行こうか。光ってる。じゃあ次、上頼むぞ。いきますよ。あ、光ってる光ってる。両方とも CDI 生きてきます。言えてない。両方とも CDI 生きてました。よかった。これで、この、黒フレーム MC16 の、修理がスタートできますね。はい。で、これやってる間に出来上がったら、多分海外からですね、CDI 届くと思うんで、こっちは、全部揃ってるんでね、CDI 新品にして、またエンジンね、一からやっていきたいなと思ってます。やりました。ということで、まあいろいろあるんですけども、カッサンチャンネルこのまま続けていきたいと思いますんで、皆さん応援よろしくお願いします。カッサンチャンネル。88も売ってるよ。はい、今カッサンチャンネルでは、わらしべ長者伝説と題しまして、ホンダディオからこのエイプに変わりました。今度このエイプをですね、交換してもいいという方、わらしべ長者伝説お待ちしております。カッサンチャンネルまでご応募ください。エイプの次に交換になるバイクは何だろう。カッサンチャンネル。バイクの YouTuber 見てるリスナーみんなおっさん、女子供は誰も見てない。あんま動画もバズりはしない。ないない尽くし、あるのは3つ。やる気、勢い、適当更新。とにかくバイクの関連動画間違いテレビ測定評価。困ったらネジザウルスで回す回す。
上げていた。今はなぜバイクもところが、気がつけばバイク置く場所ない。若い人たち誰も見てない。困った時の NSR、 それが伝説、原付冒険。無茶を承知でどこまでも走る。とにかくヤフオクでバイク仕入れ、解体屋の仕事でパーツゲット。回らなければパークリファイア、燃やす燃やす。もう一度やり直せるさ、きっと今すぐ電話。シェイクダウンさ、ごめんね。火花が出ない、知り合い壊れてるのが怖い。絶望を希望に変えて走ってく。ちょっときつい、夢見る少年ではいられない。昔の自慢を持ち出して、若い頃の思い出語り始めたら、いけてない。とにかくバイクの関連動画、間違いセレビ測定評価。困ったらネジザウルスで回す回す壊す。知らないことはフォロワー助けてくれるはずさ。スーパーチャット一人宣言エラーなったのか。スーツと昭和は原付き、焼き付くのだけ怖い。持って帰ろう。何を？あ、髪の毛。あ、すごい、すごいね。すごい髪の毛の量ですね。すごい量です。ありがとうございます。